リフジャンクションは、宮城県宮城郡リフ町にあるジャンクションである。当 JCT は、中核国際港湾や、特定重要港湾などに指定されている仙台、塩釜港、特定第三種漁港の石巻漁港や塩釜漁港、国道4号仙台バイパスと国道45号とが、形成する、新潟県インターチェンジ周辺に広がる、東部流通団地、東部工業団地、 大松沢丘陵の仙台北部中核工業団地、仙台空港と臨空工業団地など、宮城県あるいは東北地方の工業、流通に関わる重要な施設を結ぶという産業的な面に加え、仙台市都心部と日本三景、松島や三陸海岸の三陸復興国立公園とを結ぶという観光面、県下最大の仙台都市圏と、 第二の石巻都市圏と結ぶという交通面など、多様な面で重要度が高い。しかし、建設地及び周辺は、千円地区にあって、JR 東日本の東北新幹線、東北本線、新幹線総合車両センターなどの重要鉄道施設、国道45号や宮城県道8号仙台、松島線などの幹線道路、道の区国府、 多賀城とそれに付随する遺跡や宗教施設が多く集まっており、さらに当地では長町理府線に沿って松島丘陵に鋭角に仙台平野が入り込んでいるという地形的な特徴がある。そのため、経路の標高差の克服、すでにある地上の建造物に支障を与えたり遺跡を破壊したりしないなどを考慮して、森土ではなく、高架によって建設された。また、 当初の計画では2001年の新世紀宮城国体前に東 JGT 及び仙台都市圏環状自動車専用道路が全通することになっていたが完成はずれ込んだ。まず仙台東部道路を宮城県道23号仙台塩釜線上に仙台東部高架橋で仙台高北インターチェンジまで通し道 IC から三陸自動車道を道の区国府 多賀城を迂回するように、多賀城高架橋で通した。そして、三陸自動車道から、陸高架橋で、仙台北部道路が分岐する Y 字型のジャンクションとして、供用開始された。共用開始日は2002年5月19日で、仙台北部道路の開通日と同じであり、同年5月31日から開催された、FIFA ワールドカップ日韓大会の会場の一つである。 宮城スタジアムへのアクセス工場が期待された。3方向の道路が集約するジャンクションであるため、フルジャンクションなら6通りの接続があるが、仙台北部道路上り線から三陸自動車道下り線、及び三陸自動車道上り線から仙台北部道路下り線への2通りは、接続していないハーフジャンクションでの共用開始であった。ランプ橋を付加して、 フルジャンクション化する工事が2007年3月に始まり、総工費53億円をかけて2010年10月22日に完成した。この JCT は、三陸道から仙台北部道路が分岐する形状で、現在水戸方面、石巻方面が片側り、車線時速 100km 規制、その他のランプウェイは1車線時速 60km 規制で運用されているが、 東北道方面と相馬方面のランプウェイは、橋梁の幅が2車線分確保されていてカーブも、緩やかで2車線分の舗装が完了しているため、ローコストで、車線増設、制限速度引き上げが可能である。ありがとうございます。